はい、半幕の本家の半間岩先生です。今に人間のですね、大部分がですね、エイズとかですね、がんの子供をね、を体に持ってしまうというのが多いんですね。で、若い女性はそういったものを持っちゃうと結婚できなくなるんで気をつけるんですけれども、年を取るともうほとんど 100% ですね。でね、今社会でもね、昔はヘビースモーカーの人には多かったんですけどね、男ども非常にがんの子供を持ってる人が多くて、一緒に働くとやっぱ伝染するんですね。そうしますと年金がもらえなくなるんですね。で、そういう人たちと関わると、若い時から年金払ってますよ。これがね、もらえなくなっちゃうんですよ。でね、そういうのは悪い人ということで、悪い人と接したりして仕事したりとかですね、関わったりとかですね、手助けしたりするとですね、移るんですね、伝染するんですね。と年金はもらえなくなっちゃうんですね。で、今がんで早死にするのがもう半分以上なんですね。がんとかエイズですね、同じけどね、それで亡くなる人がほとんどなんです。若い時にね、そういう人たちと接したり話したり近づいて一緒に仕事してたりとか、同じ部屋にいたりとかすると伝染するんで、そういう人が一人でもいたら別室に行かないといけないですね。伝染するんで、だから本当は焼かないといけないんですけどね、多いんで、でですね、年金払ってると思うんだけど、接してそういう悪い人たちと接したり一緒にいるとね、年金がもらえなくなるんですね。だから全部捨てることになっちゃう、年金。じゃあな、私はなんで年金を払ってるのかって、若い時からね、そういうことになるんで、全員 100% そうなんですね。大体そういうのは30歳ぐらいで、今で伝染が多いとこはもう 90% 以上なんですね。移っちゃうんですね。悪い人と接するとね、年金を払ってるのが全然もらえなくなっちゃうんですね。だからよく注意して、じゃあなんで国の年金払ってんだとかね、取られてんだとかね、そういうことになりますから、意味ない、なくなっちゃいますから、そういう人たちと接するとね、社会でね、職場とかね。だからそういう悪い人とちょっとでも接するとね、で、悪い人でも多いんですね、普通の悪い人でもね、接したり一緒に仕事すると給料も減るしね、年金がもらえないんですね。接者、悪い人と接するとね、払ってるもの全部ね、取られちゃうね。ということをよく知っててください。半負けの本家の半間岩先生でした。